はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。その前に重大なお知らせです。こちら、誰でもできる星読みの自己分析、最高の自分に出会うホロスコープブックが10月4日に発売になります。ありがとうございます。はい、これはアマゾンや楽天ブックス、セブンネットショッピングで現在予約を受けたまわっております。ご予約いただいた方、先着購入者特典としてこちらのしおりがついています。このしおりすごく大きくて、まあ、あのハウスとか星座の基本のキーワードが全部載ってるんですけども、こう本を読みながら途中までここまで読んだよっていうのをこう挟めたりとか、まあ、これはちょっと違うんですけどね、挟めたりとか、本文読みながらこうやって確認していただけるものになっています。これはちょっと数量が決まっているので、ご予約いただいた方は全員行くようになっています。ぜひ早めのご予約をお待ちしております。占星術って難しそうだなっていう先入観をお持ちの方も多いと思うんですが、この本はもう本当にどなたでも初心者の方向けに書かれているもので、ホロスコープの基本的な読み方から自分を深く知っていく78個のクエスチョン Q&A がついています。で、先生と勉強したことがあるよという方もですね、こう違った切り口で質問してそれに答えているので楽しんでいただけると思います。で、さらにこれには別冊ノートが実はついていまして、この本を読みながらご自身のことを書いていただく、分析していただくというか、書き終わった後は自分だけのオリジナルなノートになるっていうものもついていますので、楽しみにしててください。そしてね、この本って先生と興味ある方だけではなくて、自分のことをもっと知りたいなとか、もう少し自分を信じて毎日を豊かに暮らしていきたいなという方、全ての方におすすめしたい本です。というのはやっぱり私たち普段気づかないうちに、こういろんな役割に縛られたりとか、将来に対しての不安とか、間違ったこう自分の思い込みとかで余計なこう不安を自分で作り出してしまったりとか、自分のことを誤解してたり、自分のことがわからない、普段の喜びとか愛情も感じられないなっていう風になってしまう方もこの現代多いと思うんですけども、占星術というね、一つのツールを使って客観的に自分のことをすごく見ていけます。そして世の中のその常識とか何がいいとかではなく、本当の自分の本当の価値っていうものに光を当てていく作業になるので、見ていけば見ていくほどだんだん自分のことが好きになったり、だんだんあ、これでいいんだって思えるようになったりするっていう風に、こう物語として、ストーリーとして書いてるわけじゃないんですけど、1章2章3章と続けてたっぷり読み応えもあるし、分析もたっぷりできるし、自分のことを読み終わった後に、ああよかったって思えるような内容になっていますので、ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。はい、ではここから大下さんの9月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。まあ、9月前半で特にお伝えしておきたいことっていうのは、まあ、大下さんの皆さんにとっては9月前半とてもクリエイティブで、レジャー運があるというか、楽しい、なんかこう挑戦しようとか、あ、いろんなことやってみたいみたいな、そういうこう広がっていくっていうか、こう盛り上げていくみたいなエネルギーがすごくあるので、楽しくなるんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、まあ、9月4日から金星が巡行に戻るとはいえ、まあ、ちょっと乱れていたものが整うかなっていうぐらいじゃないでしょうか。お店の皆さんは少し乱れていたもの、例えばちょっとした自律神経だったりとか、または時間がバラバラになっていたりとか、少しこう暴飲暴食だったりとか、何か自分に対して甘く対応していたこと、自分に許していたことをもう少しきちんとしようみたいな流れになるかなっていう程度じゃないかと思います。はい、ちょっとカードでも見てみましょう。じゃあ一緒に見てみましょう。ソード三逆、運命の輪の逆、ワンドナイトですね。そして戦車、カップ4、カップキング、そしてソードクイーン逆。気をつけることや対策としてはソード4と、ペンタクスのキング逆と、オラクルは、はい、ワンドのページ逆です。はい、わかりました。まあ、ちょっとここに至るまでの間、少しもしかしたら何かこう自分を責める気持ちだったりとか、なんか自分で生きてないなとか、なんかこう自分の至らなさに目を
目が向いちゃって、そのことで少し心を痛めていたのかなという感じがします。ただとはいえですよ、もう少し大きな視点で見ると、やはり大下の皆さんってものすごく今開運期に入ってますから、それだけいろんなことを感じたりいろんなことを経験する方が絶対いいんですね。それがだんだん落ち着いてくるので、とにかく今は傷つこうが何しようがとにかくいろんな経験してねみたいな感じなんですけど、少しこの9月前半にあたってはそうやって少しハートが、疲れていたのかちょっと傷ついていたのか、自念自責の念みたいなものがあったのかなって感じがします。でそれにはそれはやっぱりこのタイミングだから感じることですよっていう感じもしますし、なんていうのかな、アクシデント的にこうたまたまそう起きたっていうことではなく、このタイミングだからこそなんかこう気がつくように宇宙が計らって、経験させてもらえたみたいな感じもします。はい、でそこにまためげずにね、いろいろ忙しくしたりとか活動しているのかなっていうふうにカードでは出てます。いいですね、とってもね、よし頑張っていこうみたいな前向きな気持ち、とてもいいと思いますこれは。はい、それは星の動きにも合ってますよ、とてもね。こう何か自分のためになることを、自分の喜びになることを、自分の人生でプラスになることを取り入れようっていうのがいい時なので、その意気込みなんか素晴らしいっていう感じで、その意気込みとか期待の分それだけなんかもうがっつり来るっていうわけではないっていう感じが出ていて、なんとなくやっぱり気持ち的にまだすっきりしないとかそういうのがあるのかなとは思うけど、でもそれに対してすごくフォローしてくれる人とか、それを理解してくれる人とか、助けてくれる人もいるんだなっていう感じがします。ちょっと見てみますね。ですので、ちょっと先に結論を言ってしまうと、とにかく9月前半は焦らずに、一つずつこなしていってくださいと。そしてその一つずつこなしていってること自体が自分ではあんまりうまくいってないって思ったり、なんだかなって、なんかこれっていい風に進んでるのかなっていう風に思うことであったとしても、今この時期だからこそそれは体験できていることなので、自分で自分の行動や自分自身にこう判断を下してジャッジするよりは、今一つずつできた、今日もこなせたという形で一つずつやってるっていう、その今日できたことに目を向けていってねっていうのがメッセージだと思いました。ちょっとカードでも見てみます。さっき言った少し何か自分を責める気持ちとか、ちょっとハートが傷ついてることがあるのかなって言ったんですけれども、でもそこにめげずにね、こう頑張っていこうとしている、その心の裏腹にはやはりその自分が本当に欲しいものはこれなんだみたいな、何かそういうものがあって、それが手に入っていないからこその不満だったりとか、なんか憂鬱さみたいな感じなのかなと思ったんですね。で誰かとやっぱりすごく親しくしたいとか、誰かその自分の感情やなんか感覚っていうものをしっかりとシェアし合える誰かを求めているっていう感じがあり、それを求めていくことは全然悪いことじゃないし、そこは勇気を持って求めていってくださいっていう感じがしますね。ただそれが今すぐなんかもうツッと言えばカーッと帰ってくるかっていうほど、そういう人がすぐ現れるというわけではないんですけれども、でもそれを求め続けている上でなんかそれが見えてくる、あこの人って分かってくれてるんだとか、この人もそうだったんだみたいなことが見えてくる。そして人間関係はいいんです。ただその人とじゃあもっと深く関わっていくんですかっていうと、またそこでちょっと自分が引いてるみたいな感じもあるので、まだ自分の心があんまりそこまで準備できてないんだろうなとは思うんですけど、でも具体的な何かこう実質の物理世界 の日常生活の中で何かそれが問題になるかというと、問題になることではないという感じで出ているので、おそらくお牛さんの皆さんの気持ちの中での葛藤や不安というのが少しあるというだけで、現実世界では特に何も問題ないですよというふうに言われているので、恐れず関わっていってください。そうね、なんか全体的にここでもね、ソードの4とかペンタクスのキングの逆が出ていて、
何か本当にこうなんだろうな、こう誰か自分にぴったり合う誰かを求めてるっていう感じがするんですね。それはまあ恋人なのかパートナーなのかビジネスパートナーなのか、あの自分がのことを何かを知りたいことを教えてくれる先生なのかわからないですけれど、何かそういうぴったり来る人を求めていて、その人がいないとかそうじゃないっていうところでのちょっとした不安な感じがあるんですけれども、でも実際はお店の皆さんを取り巻いてる人たちっていうのは実はたくさんいて、こういろんな役割の人がいてみんな見守ってるんですよみたいな感じがあるんですね。ですのであのちょっとここで あんまり焦らずに一つずつ行きましょうっていうのは、ゆっくり休みましょうみたいな感じもあります。しっかり自分の体や頭を休めてきちんと理解できる状態にしましょうみたいな、ね、感じがあります。無理に詰め込んだりとか無理に何かをしていくというよりも、今の状態でベストなことができるようにしっかり休みましょうっていうメッセージにも感じました。はい、だから人間関係に関して積極的になりたい、いややっぱり引きたい、いややっぱり積極的になりたいみたいな、なんかそういうのがねあるのかなと思ったんです。ちょっと相続員見てみますね。うん、死神の逆ということで再生ですね。だから本当はめちゃくちゃ仲良くなりたいとか本当はこうしたい、でももう無理だからみたいな、なんかそういう期待とか諦めとかなんかそういうのがちょっと葛藤してるのかなっていう感じはしますね。でもこれはとても本当にいいことなんです。自分の人生をクリエイティブに作っていけるという時期だからこそ感じられることかもしれないので、その感覚をなくさないでこう引かないでほしいなって感じありますね。そしてちょっとオラクルのねバンドのページ見てみますね。はい、ワールドの逆、はい、ワンド8の逆とカップ10ですよ。やっぱり素晴らしい、要するにちょっとね流れが早いんですね。展開が早い、物事のこれはもうほとんど多分今年に入ってからも早かったと思うんです。今年の春以降もなので、そういった早い展開の中でちゃんと物事は起きてるよっていうことを忘れないでほしいのと、喜びがたくさんある、そして見守ってくれてる人もたくさんいる、だけど自分は唯一の何かを求めているみたいな感じがあって、でそれが手に入らないもどかしさみたいなこと感じてるかもしれないし、もしかしたら自分の居場所はここじゃないかもみたいな、このワードの逆というね、なんか自分の世界観と違うかもみたいな感じで思ったとしても、いやいやいやそんなことないんですよと、一歩一歩進んでみてください。そうすると見えてくる世界がありますよっていうのが今回の最大のメッセージでした。もうデスの逆位置、再生というカードとか、あとワールドね、世界の逆とかっていうのはもうすごくやっぱり何かの視点をちょっと変えれば世界が一変するみたいな感じなので、今起きてる出来事、皆さんの今起きてる出来事、仕事にしてもパートナーシップにしても、もしかしたら少しとにかく一歩一歩進んでいくことによって急に世界が開けて見える時が来るかもねっていう感じがしました。はい、まあ、ちょっと今回人間関係メインでお話ししたんですけれども、まあ、それが一番際立っていたのでね、お仕事としても仕事の成果っていうよりも仕事上の人間関係が際立っているのかなっていう感じがしました。ですのでまずはちょっとゆっくり休みながら、今日もできたっていう形で一歩ずつご自身を認めてみてください。ということで今回ここまでにしておきます。次回また9月の15日ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。